須賀川市立西袋中学校から北西におよそ1キロメートル、県道294号線沿いの小高い丘に天台宗妙葉寺はあります。妙葉寺へと登る参道石段の途中には多くの供養塔が並び、そして階段を上り境内に一歩足を踏み入れると、そこは極楽浄土を感じさせる境地になると言い伝えのある、心が休まる場所でした。奥宮を代表する宝の一つ、妙葉寺です。の宝と言うべきものを市民に尋ねたところ、小学校の夏休みに妙葉寺で勉強会や映写会などが開かれたり、隣接する神明神社とともに当時の子どもたちの遊び場だったとか、小学校の時に大洪水が起きて県道が水に浸かってバスも通れず休校になった日にお寺でみんなで自習したなど、心に残るエピソードや体験談が寄せられました。妙葉寺本堂の右横には、住民が愛し大切にしてきた自慢の桜があります。地元では妙葉寺の桜と言われるこの桜は、別名弥陀桜とも種まき桜とも呼ばれ、樹齢400年以上とも言われる県内でも数少ない名木の一つに数えられています。この地区の人たちはこの桜の花の咲く様を見ては季節を感じ、農作業の始まりである種まきが行われたと言われています。奥宮に暮らす人たちはこの桜を尊い財産として、また心の拠り所として後世に伝え、大切に保存しています。須賀川市の西袋地区、特に奥宮は全国的にも有名な梨の産地です。西袋の梨は100年以上の歴史を持っています。1902年、もみ山で長十郎梨の試作を始めたと言われています。梨の栽培は成功、その後栽培農家が増えていきました。太平洋戦争中一旦は衰退しかけましたが、戦後の混乱が収まると本格的な栽培が始められました。階段状の地形は白い花でいっぱいに、こうして全国的に名高い西袋梨が作られるようになりました。梨の丘生まれなので、父母の仕事する梨棚の下の風景が私の原風景の一部となっています。これ、まあ、途中何回かね、これ交換するんですよ。花粉付け加えて、それをこうつけて、そしてやっていきます。同い年の梨の木もあれば、年上の梨の木もありました。冬の剪定、春の人工交配や花、果実の間引き、秋の収穫と四季折々の風景の中で、春の風景は見事でした。目の高さに咲く満開の花と、間引きされ木の下に落ちた花の白色が目の前に広がり、それは美しい光景でした。なんか失礼ですが面白いです。中学生の3年間は学校行事として全校生で梨農家へ出向き、人工授粉作業を手伝うのが西袋中学校の特色でもありました。いるっていう感じで、人手があるっていう感じ。
その時おやつにもらったパンや焼きそばなどはとても美味しかったです。釈迦堂川は阿武隈川の支流で一級河川です。天栄村から須賀川に流れ、その長さはおよそ40キロメートルあります。昔は岩瀬川や新城川とも呼ばれていて、渡し船が行き来していました。水量が豊富なため水車が使われ、その中には直径およそ7メートル、幅およそ 1.2 メートルもある巨大なものもあったと言われています。1984年、市政30周年を記念して釈迦堂川の河畔に283本の桜の木が植えられました。この植樹祭には市民およそ300人が参加し、自分の植えた桜に愛着を持ってもらおうと、桜の木の一本一本に植樹した市民の名札が付けられたそうです。釈迦堂川沿いに立派な如来像があるお堂があり、それが釈迦堂川と呼ばれる由来となった場所です。しかし須賀川城が伊達政宗によって落とされた際、その場所も壊されてしまったそうです。そこは釈迦堂跡と呼ばれ、現在は建物の陰にあり、ほとんどの人は知らない場所です。大きな欅の木もあり、歴史を感じます。近所の方がいつも掃除をしてくださっていますが、これからも大切に守ってほしいところです。釈迦堂川の桜並木は高校時代写真コンテストで入選した作品の撮影場所です。須賀川市新町荒屋敷公園の隣にある御滝谷神社。西川御滝谷神社とも呼ばれ、岩瀬国の宮津子の初代である武見頼女命とその親の武衣の命を祀っています。御滝谷神社は武見頼女命が釈迦堂川の北に祠を設け、人々が安全で幸せな暮らしができるようにと、その年に収穫した穀物を炊いて神々に捧げる儀式を行ったことに由来すると言われています。その後会津の領主で須賀川を支配した上杉景勝が1598年に現在の諏訪町に社殿を造営し、武見頼女命と武衣の命を祀りました。こうして諏訪町にも御滝谷神社が建てられたと言われています。さらに時代が下り、昭和時代の1974年、西川地区の区画整理事業に伴い茶畑町にあった御滝谷神社が
地域の人々の協力のもと現在の地に移りました。そして今この場所で地域の人々の暮らしや安全を見守っています。同じ時期に行われる諏訪町の御嶽神社の秋祭りに比べると規模は小さいものの、参加する地元の若連会や子どもたちが盛り上げて活気のあるお祭りです。西袋地区の御嶽神社秋季例大祭は毎年10月第1日曜日に行われています。玉串奉天などの行事のほか、例年は神輿の渡御なども行われ、大勢の人でにぎわっています。数珠作りは多くの人々が集まり、大きな数珠を回しながら念仏などを唱え、亡くなった人を供養したり、疫病退散や無病息災などを祈る行事です。須賀川でも各地で行われていて、今回西袋地区から次のようなエピソードが寄せられました。西の内集落の姑たちは毎年12月8日と2月8日に集会所に集まり、数珠作りを行っています。13仏の軸と大数珠をかけ、ろうそくを灯し、お神酒を備えて手を合わせ、全員で回し飲みます。その後、大数珠を時計回りに3回回します。この時、大玉と中玉が自分の手元に来たら少し高く捧げて拝みます。昔は御栄華を歌いながら回していたそうです。数珠作りを終えたらお茶菓子を食べて歓談し、お昼まで過ごしています。お葬式の日には夕方、親族で数珠作りを行い、死者を弔います。お輪を叩きながら大数珠を時計回りに108回、その後逆回りに3回回すのが習わしです。今紹介したエピソード以外にも、木魚を叩く音に合わせて念仏を唱えながら左の方へ数珠を回し、この時木魚を叩く人は数珠が一周するごとに木札を1枚返し1000回ほど回って終わるということや、流行り病の時に集落の主婦が集まって家を回り、一軒一軒数珠作りをして歩いたという記録も残されています。市内各地区でさまざまな形で伝えられている数珠作りは、身近に息づく祈りの形といえます。